おはようございます、ダーツーです。今日もよろしければお付き合いください。21年3月16日です。はい、今日の朝活でございます。毎度おなじみ、コップ一杯の水と5分の瞑想、いい感じに続いております。続きまして、今日の食事を紹介していきます。朝食はおなじみのおしるこ、なんか食べ過ぎてる感がある、しかしうまい。昼食は冷凍チャーハンをいただきます。カット野菜もいただきます。安定感抜群の手抜きランチ、結果洗い物が少ないのが嬉しい。さあ、夕食はファミリーマートの幕の内弁当のおかずだけというものをいただきます。ぶっちゃけ値段の割にしょぼい、リピートはしないと思います。はい、今日の修行でございます。今日もギターの練習をしました。さあ、何の曲を弾いているかコメント欄に残していただけたら嬉しいです。さ、下手くそな演奏失礼しました。今日の一杯です。今日はドライプレミアムをいただきます。アルコール分 6.5%、 少々高めです。そして贅沢なビールを今宵はいただこうと思います。そんなわけでお疲れ様でした。また明日、おやすみなさい。